アムロ風実況、あ、ちょっと待って、ちょっとやり直そう。アムロ風実況、ガンダムオンライン実況者、エテポンゲです。ガンダム。はい、課金、しました。3000円分、ウェブマネーを買ってきましたので、早速、オリジンガンダムの方を当てさせていただこうと思います。はい、3000、BC プレイかの、1500円なの？わ、2回券じゃないこれ。20連回すことが可能になりました。けどちょっと待って、20連1500BC で今新兵限定のハローチケットがもらえるガシャコンもあるんで、そっち、あ、銀図出ましたね。銀図出たんで、これけど3000円だ。これ3000円なんで、こっちもう一回回したら金図出ると思うんで、金図、3000円だ。ちょっと作りまーす。はい、ガンダムオリジン、銀図、2機制作いたしました。はい、主に以前までの旧型ガンダムとの、違いというのは、まあ、基本的には内蔵武器が豊富だというところですね。なので、今回の武装はまずショルダーマグナム H 型、これは内蔵の単式マシンガンとなっております。そしてショルダーキャノン、ちょっと真ん中飛ばしまして、ショルダーキャノン F 型、こちらも内蔵の、7000バズーカとなっております。なので、ショルダーマグナムからの、ショルダーキャノン、への受け渡しに関しましては、一切のコスト、持ち替え時間が一切発動しないので、すぐに敵を撃破することが、可能となっております。説明、持ち替え時間、例えて言うなら、そうだな、トラックで説明します。今日はトラックの運転、大元の人がトラックの、仕事を受けると、そのまま、受けたお金のまんま仕事ができるんですけど、持ち替え、それが持ち替え時間発生なしというやつですね。で、持ち替え時間発生する場合は、仲介、大元の仕事の人が、またさらに下請けの人に出して、その下請けの仕事の人が、もう一個、もさらに孫下請けにして、することによって、持ち替え時間が発生します。なので今回は、この武装、ショルダーマグナム H 型とショルダーキャノン F 型、この内蔵武器を主に使いまして、
ハイパーバズーカ強襲型タイプ F、 こちらはあのマンバズとなっております。はい、なのでもう火力はもう申し分ありませんね。もう間違いなく、これでキルできない機体は今のところ、ジオンには、存在しません。はい、これでキルできないも、モビルスーツっていうのはあの今ガンダムオンライン界には存在しませんので、今日は20キルぐらいはあのできてしまうんじゃないかなと危惧しております。はい、まあ、あの要はね、あの大規模戦で使ってからね、あの証明していこう、ガンダムの証明、ガンダムの証明をしていこうと思いますので、よろしくお願いします。本日の、フィールドは、城郭都市です。今回から左官戦場と一握りの召喚戦場となっておりますので、気を引き締めて今まで以上に気を引き締めて大規模戦に、大規模戦やっていこうと思います。はい、ところで皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。最近ちょっとあの車に乗っていて、その、まあ、音楽をずっと聴いてるんですけど、その FM802 をあの聞いていまして、あの ETM802 っていうのをやろうと思ってます。はい、 ETM802 ETM82 なんでね、あのこういうゴールデンウィーク小話ちょっと入れていこうと思うわ。余裕があったら入れていこうと思うわ。エテポンゲリハプティーズ、ちょっと早かった。目標設定、機体準備完了、発進します。エテポンゲリハプティーズ、いきます。初動は XA 凸となっております。あのこの機体は足回りも非常に強い機体ですので、しまった、スチーム切ってない、やばい、スチームを切っていません。まずは持ち替えが厄介なので、持ち替え を必要とする武器を握りしめることによって、持ち替えをこういうふうこうこうこう、持ち替えを必要とする武器を手に持つこと、あ、やってやって、ああだ、よし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 、いいぞ、いやー、落ち着いて、はい、大丈夫だ、落ち着け、落ち着いて対処しよう、引きながら引き、立てあー、やめよう、引こう、一旦引こう、よし、いやー、これはもうあれですね、完全にガンダムの証明、あ、旧型の今までのガンダムだったら、まあ、確実にもう落とされていましたね。しかしながらこのガンダムオリジンは、以前までのガンダムと違い、耐久力、足回りともに優れていますので、多少のね、あの攻撃には耐えることができます。とりあえず、この AX のライン北側はなんとか僕が抑えることにします。あ、ちょっと待って、どうした、敵どうした、どこ行った、
下か。よし、相手が飛んでいるときはこの短式マシンガンに持ち替えて、チクチクやっていくのがベストです。まあ、基本的にはこのマンバズを持っておくこと。あーすごい数だ。上来てる踏みに来てる、踏みに来よるよ。下手に前出るな、下手に前出なくていい、なんやお前クソ。切れそうやわ。オッケー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 、これでいい、これでいい。あー引くか、引くんか、引くんか。あー引けばよかったー。勝負は終わっていますよ。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。レーダーで使いますぞ。目に頼るしかないのか。もう旧型のガンダムしか残ってないわ。もうまあしかしながらこの旧型のガンダムも実にいい機体ですんでね。ナパームは無駄遣いするなよ。ちょっとここなんかまっすぐ攻めんの無理じゃない。もうバンネル押したらいいんだこれ。あー死ぬー。南か、南、ちょっと南行こうかな。たまにはたまにはちょっとフィールド変えるってのもありよな。うん、どうせこれ1からもう進んでこやんのやろ。どうせそうやってもう進んでこやんのやったらここにいる必要もないしや。あのキュベレイなんかずっといる気がするな。そろそろ分からしたらんとな。いい感じだ。まだ。ナパームがなくなりました。させない。うーわ、動きに優雅さがありませんね。やばくない、これ CT 南行きます。ではこちらも真剣に取り組みます。まあ一匹ね、とりあえず一匹倒せれば勝ちなんで、コストどうこうとかじゃなくて一匹持っていければキルデスは勝ち。うれー、先手必勝の陣。苦情来るわマジで。苦情来るわ。もうやめよう、そういうの。本当に苦情が来る。そろそろそこだ。
連邦一の呪悪使い。ちょっとジオン側でジュアックこれ作ろうかな。ふわこれ絶対次当てるから、絶対に当てるって言った時絶対に当てるから、俺そういうやつ、そういうやつだから、俺は絶対に当てるって言った時は絶対に当てるやつだから、俺そういうやつ。まあ今の言ってないからね、今のは絶対に当てるって。あっ、まあ、あいつうん、ちょっと待て、ちょっと待て、よし、回復が先、回復が先、呪悪を失うわけにはいかない。ありがとうございます。マジありがとうマンジ、マジありがとうマンジ、マンジありがとうマンジ。逃がしはしない。よし、ちゃんとエテポンゲステップ使っていけ、エテポンゲステップ。じゃあそこの裏で砲撃飛ばしてるやつマジで許さんか。よし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 、あーこれ出すぎ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 、マンジ出すぎ、マンジ出すぎ、マンジ出すぎ、マジありがとうマンジ。この命頼む、もうちょっとジュアックで遊ばしてくれ。北行くか、いや南、今日は南、いや三横、ここ、あ、ここ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 が危ない。ちょっともうちょっとこれうまいこと使えんもんかな、この OR ガンダム。内臓短式、ああ、短式をもっと使っていった方がいいかな。いっぱい敵いたのに一発も当たってね、はぐれるわけにはいかないか。シールド、いや、あ、けどゲージ的には勝ってますんで、このまま敵を通さないこと、通さないことを第一ミッションとしてやっていきましょう。あれかな、これ短式、基本短式構え、ちょっと危ない、やめて、短式の構えで行った方がいいのかもしれんな。なかなかこれ短式が当たらないな、これ。ありがとうね。こっちはもう敵がいない。こっちは。よーし。まあ、こうやっとりゃキルは取れるんだけども。そのキルに価値はないんだ、そのキルに価値がないわ。
まあ相手の嫌がることをするっていうのは大事なんですけど。来たな。あーダメだ、死ぬ、これは死ぬ。あーわかんない、もうちょスチーム切ろう。あ、ちょ、かく止めよう、かく止めよう。まあこれは通らないだろうな、ここの戦場では。やらせない、援護します。あ、そこにいる、そこにいる、そこに、下にいる、下にいる、真下にいる、真下にいる。そっちじゃない。おし、オッケー。とりあえず一番踏み返すよ。みんな続いてくれ、みんなの力を貸してくれ、みんなの力を貸してくれ、万事踏まれている、先手必勝の陣。赤いモビルスーツ、シャーカ。あ、ちょっと南も、あ、で、やばくない、これ南も行こう。ちょっとずつ、ちょっとずつゲージを、ゲージが戻されているような気がする。マジミサイルとか使ってんなよ、弱虫。ミサイルとか使ってんなよ、弱虫。俺は絶対ミサイルなんかには頼らない。きちい、きちい、ここ。きちい。あー、マンサがこっち来てる。来いよ、来いって、うれ、ナパームなくなったしな。やっぱ格闘欲しいな。これ以上好きにさせない。はい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 、ファンネル、はい、ファンネル、ファンネル、はいはいはい、ファンネル、はいはい、強い強い、はい、ファンネル、強い強い。やっとけや、一緒。ニュータイプでもないなあ、やつがファンネル飛ばしてんだよ。もうくそ、どういうつもりか知らんが、勝つ気はなさそうだな。いや、もう絶対南、ここはもう南、あのクイーンマンサだけは俺が倒すって決めた。引くなよお前、前出てこい。やめてよもう、あいつ引きやがった。きついわー。お前、
せておきなさい。敵戦略兵器を破壊。違うやつやった。動かない。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。勝ってる勝ってる勝ってる。しっかりもう拠点に倒さんようにしよう。チームワークチームワーク。いいじゃん。そのこれちょっと OR エテポンゲ OR にこれ任せてもらってもええか。これ OR エテポンゲに。いいぜ。いいね。あー壊されよる。しかしそれはチャンスとも言える。私を止められるかしら。上演願います。戦略兵器はおとりなのだよ。おとりおとり戦略、おとりの戦略。なー勝負は終わっていますよ。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。大丈夫だ。おやっぱこのちょっとフィールドは戦略兵器決めにくいですね。どうしよっかな。ちょっともうあと20秒しかない。で前行くわ前行くわ。あと5キロはいける。あと5キロいける。あと5キロはいける。君に決めた。なんでガンダムオリジン、まあ使ってみました。はい使ってみましたが、なんかあんまりちょっとしっくりまだきませんね。この短式のこの内蔵バルカン、短式のこっちの方がいいかもしれませんね。もしかしたらもしかしたらガトリングの方が良いかもしれません。はい。で、あと、なんだったらもう全部内蔵武器にしてしまってもいいかもしれないです。いや、それはちょっと違うかな。けど、ビームサーベルはちょっと欲しいなとは思いましたね。やはりもう少しちょっとこれは改良の余地ありということで、ガンダムオリジン、ガンダムオリジンの2018年決定版を次の動画までに完成させて、皆さんにご報告披露しようと思います。今回はまだちょっとまだしっくりきていませんので、はいはい。では今回はガンダムオリジンで20キルしてみたでした。ご視聴ありがとうございました。